日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。芋王というお店の焼き芋、ちょっとすみません、焼き芋と芋系スイーツいくつかを食べられます。これが確か中身タルト、ちょっと待ってくださいね、今開けますから。はい、こちらタルトみたいなやつ、そして大学芋、さつまいもプリン、そして主役の焼き芋でーす。芋なんかいつも乗り換えで使う駅にお店ができていたので、なんか期間限定とか期間限定ショップみたいな話をしてるんですけど、されてるんですけど、なんか気になったので買ってみました。どれだけ美味しいんでしょうね。焼き芋はシンプルなスイーツなのか料理なのかよく分からない部分がありますが、ですがそれだけにかなり素材の旨味が出てきます。ちょっと今中身割ろうと思ったんですけど、結構蜜が出てべっとりしているので、触った瞬間に、なんかテッカテカになってるの見えますか。難しい、画面越しだと難しいかもしれません。もうべっとりしてて汚れるのが嫌なので、もうなこのまま食べますね。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。ええ、蜜の甘さが本当にすごくて、なんだろう、まるでカスタードクリームを食べているような焼き芋です。だけど焼き芋をカスタードクリームにしたのともまた全然違うんです。なんて言ったらいいのかな、これ本当にすごく美味しくて、今まで食べてきた焼き芋は何なんだろうと本当に心の底から思いました。自分の中にある焼き芋という食べ物の概念が根底から覆りましたね。はい、なのでもっともっといろんなもの食べてみたいです。確かお店には他にも商品がありましたし、公式サイトを見る限り焼き芋を使ったスイーツの通販もあるようなので、またそちらも機会があれば買って食べてみたいと本当に心の底から思いました。それでは何が一番美味しかったのかな。ごちそうさまでした。最初に食べた焼き芋ですが、今まで食べてきた焼き芋とは全然違いました。もう蜜が染み出ていて、噛んだ瞬間にまるでカスタードクリームのように滑らかで濃厚なお芋が口の中にじゅわーっと甘さを広げてくる。ここまで甘いのは本当になかなかないと思う。なんかカスタードクリームって言っても本当大げさじゃなく、まるでケーキのクリームを本当に食べてるように思いました。さつまいもを使ったケーキとかもありますけど、そのクリームがこれだったら本当に嬉しいのになーと思わず考えてしまわずにはいられません。そして次の日はこのタルトだったっけな、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、こちらの商品はふかふかした生地の上に甘いさつまいものなんかペーストではないかなが乗っていて、スイートポテトに近いんですけど、それともちょっと違う気がします。さつまいも、焼き芋の甘さだけでなく、パン生地の食感も味わうことができて、また違った味。一方でちょっと残念かなと思ったのはこちらの大学芋ですね。なんかお芋自体は確かに美味しくはあるんですけど、ちょっと、まあ、外で買ったものっていうのはあるかもしれませんが、カリカリがなかったのと甘辛い醤油だれが物足りなかったなーっていう。なんかお芋自体がすごいんですけど、調味料が追いついてないというか、ちょっと力不足になってしまっている部分があるのは残念でした。そして最後に食べたこちらの熟成焼き芋プリン、さっきは最初はさつまいもプリンって言ってましたけど、よく見たらそうでした。こちらはプリンが本当に滑らかで、口の中に入れた瞬間にとろけて、ちょっとねっとりとした食感でとろけていきます。なんかパッと消えるんじゃなくて、ねっとりとしているのはやはりさつまいもが入っているからでしょう。なので焼き芋に負けず劣らずの濃厚な味わいがありました。ですがやはり今回は何と言ってももう衝撃を受ける美味しさだったこちらの焼き芋が何より一番好みでしたね。まあこれを超える焼き芋があったらぜひ食べてみたいです。というわけでもう文句なしの代表かつ6点とさせていただきます。それでは桜宮サラリーマンに癒しの時、会社のお花見で癒されているのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。
本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。